アベマリアは日本出身のファッションモデル、歌手、タレントであり、女性アイドルグループ AKB48 チーム t p 及び AKB48 の元メンバーである。台湾での活動名はアベマリア。神奈川県出身、ウォークゲームコープ所属。2010年3月21日 AKB48 第7回。 研究生オーディションに合格。同年6月12日、セレクション審査に合格し、研究生になる。同年9月からは、カスペルスキーインターネットセキュリティ2011のキャンペーンキャラクター、カスペルスキー研究員に、同グループ研究生のうちの一人として参加した。2011年7月23日、AKB48 コンサートよっしゃ行くぞ。 インセーブドームの2日目の公演において、同期メンバーである、入山アンナと共にチーム4への昇格が発表された。2012年5月23日発売のに、スシングル、真夏のサウンズグッドに、初めて選抜メンバー入りを果たすことが、同年3月24日に開催された、コンサート、業務連絡。頼むぞ、片山部長。 インサイタマスーパーアリーナの2日目の公演において発表された。翌25日の同コンサート3日目においてジャパンミュージックエンターテインメントへの移籍打診があったことが発表され、その後正式に移籍した。2012年8月24日に開催された AKB48 in 東京ドーム1830メートルの夢初日公演において チーム4の解体に伴いチーム K に移動することが発表された。同年9月18日に開催された AKB48 にインスシングル選抜ジャイケン大会では6位で選抜入りを果たした。同11月1日、チーム K に移動。チーム K ウェイティング公演のスターティングメンバーとして新チームでの活動を開始する。2013年3月23日。 ファッションイベント、ガールズアワード2013スプリング、サマーにて、ランウェイデビュー。前田アミラと共に、篠田麻里子がプロデュースする、ファッションブランド、リークーリのモデルを務める。同年7月23日発売の女性ファッション誌、スープ、9月号より、同誌のレギュラーモデルを務める。AKB48 グループメンバーが、 女性ファッション誌のレギュラーモデルを務めるのは、篠田真理子、小島春菜に次いで3人目。これを機に、それまで胸元まであった長髪を約30センチカットして、人生初のボブヘアを披露し、モデルへの決意表明を行った。2014年7月12日、パシフィコ横浜で開催されたイベント、東京ファッションコレクションで、河西智美や長尾マリアらと共演。 AKB48 チーム TP 時代2017年9月1日、台湾で行われた TPE48 オーディション募集開始発表、イベントに出演し、同グループに移籍することを発表した。これに伴い、同年11月30日に行われた、ミネギシチーム系最終ベルが鳴る公演アベマリアを送る会をもって、AKB48 としての活動を終了した。 2018年7月30日、TPE48 の運営会社は、アクスより合弁及びライセンス契約解消となり、新たに運営権をライセンスした AKB48 チーム TP として8月26日に活動開始した。同年12月25日、AKB48 チーム TP としてシングル、UO 直前でデビュー。 2019年8月26日、AKB48 チーム t p 1周年記念時間巻き生配信で AKB48 グループ卒業を発表し、同年10月19日に台北アリーナで行われた AKB48 のコンサート、AKB48 in 台北2019、Are you ready for it? への出演をもってグループを卒業した。 AKB48 グループ卒業後も台湾に泊まり、現地の芸能事務所、ウォークゲームコープに所属。タレントとして、バラエティ番組、木曜4長丸等に出演するかたわら、2020年12月19日には、自身初のソロシングル、シャイン・シャイン・ザ・ナイトをリリース。翌2021年1月には、自身の公式 YouTube チャンネルを開設した。 AKB48 チーム TP、AKB48AKB48 AK、ここにいたことに、収録、1830メートルに、収録、次の足跡に収録、ここが、ロドスだ、ここで飛べ。に、収録、0と1の間に収録シングル、初恋は実らないに収録 AKB48、研究生、シアターの女神公演チーム b 5ステージ、 シアターの女神チーム K6 ステージ、リセットチーム A6 ステージ、目撃者、オーバーチーム4、僕の太陽、公演大島チーム K ウェイティング公演チーム K、ウェイティング公演2、最終ベルが鳴る横山チーム K、リセット公演、春風亭小朝、イブは、アダムの肋骨公演ポーガンチーム K、最終ベルが鳴る公演リバイバル公演、僕の太陽、高橋樹里チーム4、 夢を死なせるわけにいかない公演。ありがとうございます。